意の仕事を大工さんがやっちゃう職人ポンコツ番長、こんにちは、こんにちは、こんにちは。どうですか、昨日と同じ服。そう、これ3本撮りです。1日3本目すいませんね。さあ行きますよ。後ろに見えてますか、この行きますよ。お水出しますからね。これお水出てるでしょ皆様。私今日は設備屋でございます。視聴者の皆様がこの技術が難しいかどうかご判断ください。私は何もお伝えしません。またね、アンチコメントが来ますので今日は設備屋ですから、はい、ちゃんとね、設備道具全部持ってますから、こういう部品とかも全部用意してます。ただ大工が設備屋になってるっていうだけですよね。はい、その技術はどうやって覚えたかというとですね、現場で作業してる人のを見て、あ、これは俺はできるなと思ってやってるだけです。はい、ここでですね、排水管の資格とかいろいろあります。はい、この請負業の形態ですとですね、建設業の許可もいりませんし、何の申請もせず、何もいりません。そういう形でやってますので、ご心配なく。ということでね、まずね、この今モルタルっていうのをこれ壁に貼ってるでしょ。これは、モルタルの上にモルタルを薄塗りっていうのでやってるんですけど、もうね、残念ながらモルタルの上にはモルタルはつかないんです。それをすぐ、叩いてお見せしたいと思います。剥離するっていうんですけどね、それをお見せしたいと思います。はい、それではね、これ今モルタルの上にモルタル塗ってるんですけど、これならもう知識がないと、なんか機械とかで壊さないといけないと思うんですけど、そもそももうついてません。見たらわかりますから。わかります？もうツルツルでしょ。見てください、これで、これで簡単に落ちるんですよ。わかります？土壁の上にもモルタルを直で塗りしたってつかないんですよ。それだったらラスっていうやつを入れるとかですね、ラスカットっていうやつも今新しい素材で出てます。そういう何かを対策をしないと、表面上はつかないです。もともとキッチンだったんですよ。ここが風水上の向きが悪くてですね、ここがやめると。それで今出てるこの蛇口ですよね、これは回したら取れるんですよ。でも今水が来てるんで、回したらえらいことになるんですね。それで皆様方ね、水道を切ったら水がどういう風になるか見たことないじゃないですか。だから今お見せします。これ簡単ですから。はい、カメラをドアップにして今近くに寄せました。バンって言ったらピシャーってなるんですけど、もうゆっくり切ったらシャーってしか出ないですから、それをお見せしたいと思います。そしたらね、ちょっと出たら元栓を切ってですね、次の作業をお見せしたいと思いますので、まずね、こうどういう風になるのかっていうのを知らない方がおられると思いますので、どういう処理をするかっていうがね、設備屋さんが。それでは行きたいと思います。もう出ますよ。あ、出てるの分かりますか？今これ水出てるんですよ。これが今もう亀裂が入った状態です。これをもっとやればジャーってなるんですよ。こういう知識も元々は僕は設備屋なんで設備屋なんで知ってるんですよね。それでこれを今、蛇口を止めて、修正の仕方をお見せしたいと思います。ひっくり返らないでくださいね。はい、さっきので、見えてないかもしれないと思って、わっと近くに寄せました。すいません。今ね、これちょっと水出てんの分かりますかね？音聞こえます？今多分もうちょっと切ったらバッて出ると思うんですけど、ちょっと切ってみます。もうね、だいぶ時間経ってるんで、そんなに噴水みたいにはならないですけど。出なかったですね。で、まあ今これでなんですけど、一回手前で切り直します。これが今下に溜まってる水ですね。で、これは、当分出てきます。で、この水は、キャップをはめて止めてですね、これを待ってるといつまで経っても工事が進まないんですよ。だ、仮に一回止める方法もあります。YouTube の動画なんで、少し水が止まるまで、このまま待ってみたいなと思いますね。それでね、残念ながらですね、視聴者の皆様方が得をする情報を発信することを、非常に嫌がる方がおられるんですよ。どなたかはわからないですけど。で、そういう方がですね、今これちょっと水出てるんですけど、これで仕事しないといけないんですよ。でもこれを動画に上げちゃうと、またそういう指摘コメントが来ますので、こちらの乾いてる方で、サンプルでお見せしたいと思います。で、さっきね、ノコギリみたいなんで切ってたでしょ。本来はこういうのがあるんですよ。これで、さっきなんでこれやらなかったかっていうと、これで切ると噴水がなっちゃうんで。どういう仕組みかというと、もうこれ握るだけです。見てくださいよ。ね、1回、2回、3回、4回、これで終わりです。これだけですよ。これは3000いくらしますけど。
これ安い方です。でどういう仕組みかというと、でこれがキャップなんですよ、ね、これがまあ20円ぐらいです。これ20円ねでこれがちっちゃいやつで、これ200何十円ですね。このエスロンっていうのも、この塩ビのいろいろ種類あるんですよ。それで今回はこれ使ってますけど、またこれあのご指摘されると思います。あの使ってる材料が違うとかで、でこれをまず塗りますよね、中にね、ねねねねねねってして、でこれを逆に今度ここにぬり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 ってね、こうするでしょ、ぬりぬりするでしょ、これ刺しとくでしょ、はい終わり嘘じゃないですよ。今引っ張ったら抜けるんです。でももうあと1分2分経ったらもうあの固まってます。その塩ビの性質があるんですよね。それをまあ言ったら溶かしてるというかくっつけてるっていう状態ですね。でまあこれどうせ必要でない部分なんで上で切っちゃいます。でこの後はまあこれが抜けないっていうことを証明してから、上の蛇腹の取り方を、そこが邪魔になるんですよね。そしたらね、これまた設備屋さん本来は呼ばないといけないんですけど、キャップとノリだけあったらいけるわけですから、常日頃から僕みたいに持っとくとですね、そら話早いですよ。今ずっと喋ってる間にもう固まってます。ほらこういうもんなんですよ。で、これが水が絡んでくると、出さない方がいいですけどね。ちゃんと固まるまでは。すぐ水を出しちゃうと、トラブルの原因になりますので。それでは、この刃と上の蛇口を取ってみたいと思います。はい。それでは、この蛇口を外してみたいと思います。で、こうもう回すだけなんですよ。それで、これは、オスとメスがありまして、建設業界は、どういう職種でも、オスメスで言います。まあ、男性女性っていう風にお考えください。これは、ダメですね。これがもう劣化しちゃって、本当はここにテープが巻いてあって、で、よく家でポタ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 水落ちるでしょ。あれはですね、ここの中にパッキン入ってるんですよ。これが悪かったり劣化したりですね、ゴムですから。ここの、テープが切れたりして漏れることが大半です。これはもうなくなるやつなんで。で、これは、スクラップで処分したいと思います。はいどうも！設備工事の初めて見られた方も多いと思いますが、どうでしたか？あの工事はですね、設備工事の一部の作業の、動画ですね。でですね、実際はですね、僕は本当に千葉の浦安でですね、実際に下水工事とかですね、いろいろに携わって現場でやってます。これは本当にそうなんですけど、千葉の浦安はですね、もう本当に液水硬化現象がひどくてですね、もう2メーターか3メーター穴をね、ユンボで掘るとですね、もうありえない水が湧いて出てくるんですよ。で、役所の工事と言いますとですね、必ずその水を止めないと検査に受かりません。それが止まらないんですよ、本当に。だそれは、技術は本当に難しいです。まあそういう工事も僕やってるわけですよ。で、もちろん、飛びもやりますし、まあ、要するに全部やるわけです。はい、最後に、視聴者すべての皆様方にお伝えします。時間は限られてます。なので一人でも多くの方がですね、僕と同じように幸せになってですね、僕みたいにですね、ご飯がただで食べれたりとかですね、人に親切にしてもらったりとかですね、そういう経験を多くしていただきたいと本当に思ってるんですよ。そのためにこうやって投資してですね、一生懸命自分の気持ちを伝える、チャンネルを自分で作ってですね、やってるんですね。なのでですね、もしも今、何かストレスがあったりとかですね、何かお悩み事があったりとかですね、何か人生がうまくいってないっていう根本的な全ての原因は残念ながら自分なんですよ。全部自分で決めてます。なのでそれを改善するためには、まず、正確にですね、今の現状を自分で把握することと、そして決断することだと僕は思ってます。なのでこの動画を見終わったらですね、もう一度自分の心に取ってほしいと問いかけて、俺は大丈夫かと、俺はこのままでいいのかと、そしてわからないと、それで悩むようであれば、まあインスタグラムだったら直接メッセージは送れるようにしてあります。なので個人的にね、ですね、僕は吉川照政さんって言いますから、ぜひ楽しく仲良くやりましょう。ということで今日はこの辺でまた明日、俺のマット気が弱いんでよろしくお願いします。それではまたねー、バイバイ。はい、こんばんは。職人ポンコツ番長の控え室、今日から解説いたします。こちらはですね、僕の生い立ち、人生、そして職人ポンコツ番長をなぜ開設したか、ポンコツ板前をなぜ開設し、僕は何がしたいのか、僕って吉川照政はどんな人間なのか、本当に、そのまま、投稿していく、毎日投稿するチャンネルです。それにはですね、僕の思い、どうしても伝えたい、子どもたちへの、思いっていうのが、とてもあり、
僕が変えれなかったこと、僕がつまずいて道がなかった人生、それを改善するために、全てのエネルギーを使い、この YouTube3 本のトリプルコンテンツですね、今は予算がないので、ポンコツ板前は週1回の投稿にはなりますが、おいおいは、3つのコンテンツを全て毎日投稿、をしてですね、まあ、自分の人生を全てかけて、まあ、僕が改善することを、ができること、まあ、不可能かもしれませんが、それにチャレンジしていく、毎日をですね、視聴者の皆様方に、見ていただきたいと、そして何よりいつもお話ししている、全ての視聴者の皆様方が今よりも、心が豊かになり、人生が豊かになり、幸せになる、何かきっかけになる情報を発信していきたいと、そういう思いで、控室を開設いたしました。よろしければ、控室の方、この後19時半、毎日投稿しますので、よければ、そちらを見ていただいて、その流れで、職人ポンコツ番長の、キャラクターですね、演者としての、僕を、見ていただくと、また何か違う、視点で、ものを見れるのかなと、そういうふうに思っております。それでは明日が素敵な一日になることを心から願ってます。おやすみなさい。